お兄様。いえ、間違えました。ロミオお姉様。随分とお久しぶりですね。あなたたち妹を仲直りさせるようお母様から言われ、仕方なく登場しました。で、レミエは今何してるの？私はファーストクラス編集部でエディターです。相も変わらず三流ファッション雑誌の編集者です。あ、それで What about you? お前は？紆余曲折ございましたが、タツコヤのオリジナルのデザイナーを命がけでやっております。命がけ？デザイナーとは名ばかりの矢野達子さんの清書屋さんですよね。すいません。あ、そういえばお姉様、今日27歳無職吉成千波を発見いたしました。妹よ、お前千波さんに何かしようとしてないでしょうね。お兄さん。あ、お姉様、この人変わったと思いません？なんかいい人っていうか全然面白くないんですけど、派手に悪女気取ってた割に。アウト！アゲイン！ Shut your mouth! レミエ、あんたは三姉妹の中で一番ブスなんだから。っていうか三姉妹じゃなくて一人だけ男。